主演の若葉龍也さんが、はい、撮影順としてはあのこれが愛がなんだに次ぐ2本目で、はい、その後のあの頃であったり、はい、アニメの霞の殺球というドラマでもご一緒してるんですけど、はい、今回若葉さんにあのオファーしたあの理由などあれば。若葉ね落合やんとかね出てますから、あの朝ドラについての話題があったじゃないですか。いや本当に朝ドラ決まってなくて撮ってたんで、あの本当に昨日トーク、あの東京で会った時も話したんですけど、朝ドラに出てないから成り立ってたやり取りで、あの成田凌さんはその前にも朝ドラに出てたんで、あのやり取りが成立してたんですけど、あの若葉さん朝ドラに出ちゃったことで、もう朝ドラ出てますよねっておじいちゃんとのやり取りがもう一個ボケ潰されたみたいになってて、なんか滑ってるみたいになってるから、もしくはあのおじいちゃんが予言者なんじゃないかみたいな話になってて、未来からやってきたおじいちゃんが出てますよねって、なんかそんな話をしてたんですけど、いやなんかやっぱ独特の魅力が若葉さんはあって、あのもちろんこうめちゃめちゃその朝ドラ出たりしてもおかしくない、本当に活躍してる、あの経験値も高い俳優さんなんで、路上でみんなが出くわして、なんか彼氏とかどうこうって話す場面とか、あそこは意外と苦労してめちゃくちゃ時間かかってて、多分台本の時点でキャストとかはみんな読んで、あここは面白くなるなって多分思っちゃってたと思うんですよ。でそうなると笑いのシーンってあのうまくいかなくて、これはよく演出で言ってるんですけど、まあ、特にこの映画の笑いのシーンはどこもそうなんですけど、なんか笑いの取り方っていろいろあるんですけど、あの演じてる人、そこにいる人は何も面白いと思わないでくださいっていうか、本人たちは一生懸命演じてて、ただ空回ってたり言っちゃいけないこと言ってたりとか、状況が気まずいだけで、当事者は一生懸命いる方が笑えるから、あのあここって面白いシーンなのにとか、面白くしようって思った瞬間に現場はちょっと空回り出すので、そういうことがあの時はちょっと起きてた部分もあって、プラスなんかね35度とか36度みたいな灼熱の中やってて、もう全員なんか頭回ってないみたいになってて、夏なのにちょっとね日没を気にしてたんで、相当遅くまであのやってましたね。あの自転車で坂を登れなくて、なんか自転車を押していくんですけど、あれはもう脚本に書いてあったんじゃなくて、実際に彼女はなぜかあの坂の途中で乗ろうとしたために起きたんで、いやそれはもうありじゃないみたいな感じで、そのまま取り込んでったりとかしてましたかね。なんかあとなんかこれは作劇的な方法の話で、もう裏話っていうか見た後だから言うんですけど、なるべくこう本当に隣の部屋に住んでそうとか近くに住んでそうな人たちみたいな話を作りたいと今回思っていて、あの普通のっていうのもあれなんですけど、普通こう例えばライブハウスのシーンで泣いてる女の人をこう見て、あんな撮り方したらヒロインみたいな撮り方なんて何回も出てくるんですよ彼女は。だけどライブハウスでタバコのやり取りがあるだけで彼女はもう出てこないとか、あと逆に冒頭の古着屋さんで出会うあの謎のちょっとめんどくさいカップルがいるんですけど、あんなキャラ立ちしたカップルが出てきたら、まあ警察もそうなんですけど、あんなキャラが出てきたら普通その場面で終わるんですけど、そういう方たちは意外とちょいちょい出てきたりとか、なんかその辺は意識的にあのやってますね。物語とかその映画とか作るときって どうしても作り物になっていっちゃうんですよ。この人は何回も出てくるとか。でも現実世界ってあこの人と恋に落ちるかもっていう人ともう連絡先も交換せず終わったりとか、逆にもうこいつも二度と会いたくないってやつと腐れ縁になったりとか、なんかそういうことまでルールなんか決め事じゃなくて作り物にならないようにできたらなっていう意識はあって。っていうのは思ってました。あと主人公のこう恋愛でいうとこう振られた彼女をずっと引きずってる軸があって、普通にこう物語を作るとしたら主人公って目的があった方がいいので、その浮気相手を教えてもらえないっていうところから始まってたら、浮気相手を誰だっていう探す物語にすることもできるんですけど、なんか自分はそこに興味がなくて、それは結果的に分かっていくんですけど、それよりもなんかこういろんな女性に出会うけどこの人じゃないこの人じゃないってなっていくみたいな物語を作ろうって意識で作ってましたね。なんかだから先に大きなテーマとかないんですけどっていう感じでしたかね。役者さんたちの動きで結構時間が埋まったので、面白いくらいそのカット割りを減らしてって長回しみたいな時間がすごいたくさんある映画にはなってて、それはなんかすごく映画の撮る前にこういう温度にしようとは思ってなかったので、役者さんたちは作り上げた空気かなとは思ってますかね。ありがとうございます。